も、改めましてマリンです。お久しぶりです。さあ、いよいよ、私が出演させていただきます、第13回の放送が、迫ってまいりましたが、今日はそんな大河ドラマの、まあ、いろいろ撮影のお話だったりいろんなお話をさせていただきたいと思います。私は新野家の三姉妹の一番下のさくらという女の子、女の子、いやもう女性か、大人なのかな、はい、やらせていただいております。衣装こんな感じですね。さくらにちなんで桜色とちょっと桜の、ま、桜マークを模様っていうんですかね、はい、かわいい衣装を着させていただいております。これはですね、まあ、見てお分かりの通りカツラなんですけども、でも実は私も初めて知ったんですけど、ここは地毛なんですよね。ここの分け目は自前なんですよ。私ずっと前髪下ろしてるんですけど、実はあれなんて M アフジみたいなんですよ。だからこれはこんな前髪生え方で良かったなって、ちょっとこう古風っていうその時代っぽいなってよかったな、これは、ま、M 字に生まれて良かったなって思いました。はい。オーディションを受けさせていただいてからちょっと半年ぐらい時間があってから、出演させていただくことになったっていう連絡をマネージャーさんから聞いて、すごくまずびっくりしました。えっって、まあ、電話だったんですけど、まあ、えっってちょっと一瞬時が止まったかのように感じました。まさか自分が出れると思ってなかったので、でもなんていうか出られるってまさか思ってなかったけど、なんか無意識のうちになんか自分でなんかできないこともできることもなんか自分は無理なんじゃないかって決めつけることないんだなって思いました。なんか想像を超えた、そんなこと思ってたら想像を超えたことは達成できないんだなって、ちょっとすごくなんか嬉しかったです。やっぱりそのまあルール独特なというか、その時代のルールっていうのは絶対あるので、まあ、例えばその所作とか動きとかしかり、言葉遣いしかり、あとそのイベントというか、例えばですけど結婚とかっていうのも意味が違ってくるなっていうのはすごく思いました。現代の結婚っていうのは例えば恋人同士が愛し合って結婚するとかですけど、今私が撮影している時代では政略結婚だったり嫁ぎに行くっていうのは人質に行く出されるっていう意味だったりとか、そういうなんか、ルールだったり、そうなんか結婚だったりそういうイベントごとの意味合いが違ったりっていうのは感じました、とても、はい、そうですね。やっぱり普段は着ないお着物とこのカツラでなんか若干の体の制限というか、普段着ない普段着けないものを身につけてお芝居するっていうのはすごく新鮮です。はい、なんか例えばパッて後ろから話しかけられても首ちょっとふって普通のスピードでふって振り返るとちょっとカツラずれちゃうんじゃないかとか思って、体ごとこうやって振り向くとかそれなんか楽しいです、面白いですね。あ
と休憩中に食堂にご飯食べに行くときとか、たまにこの格好で、まあ、食事中はここにこう汚れないようになる布をかけたりしていただくんですけど、普通に食堂なんで皆さんいらっしゃるんで、なんかちょっと恥ずかしいというか照れるというか、なんかタイムスリップしたような感じもします。いよいよ、第13回から少しずつちょこちょこと出させていただきます。ぜひ見てください。そして、大河ドラマ女女子直虎公式ホームページにて、スペシャルムービー PR 動画が公開されております。女子会編とライブ編、どちらも少しテイストが違うんですけども、かっこいいのと面白いのと ありますので、ぜひご覧ください。そしてまた違ったバージョンも撮影しましたので、また公開されると思いますので、ぜひご覧ください。よろしくお願いします。ではこれからのさくらの出演楽しみにしていてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。